はい、お疲れ様です。はい、もう衝撃的でしたね。はい、衝撃的でした。もうすごすぎました。はい、本日、メイン、寺地健志郎選手対、京口宏斗選手、WBA と WBC のライト級統一戦です。いやー、もう本当にすごすぎましたね、この試合は。もう年間最高試合じゃないですか。ああ、まあ、井上尚弥選手と、どうでしょう。まあ、とにかくすごかったですね、この試合。まあ、これ、結果はというと、寺地健志郎選手が7ラウンドで KO 勝ちです。いやー、すごかったです。これ、自分が予想してた通りに大体なったんですよ。まあ、ジャブでしたね、ポイントは。ジャブでした。これ、リーチって言うと、ほとんどそんなに変わらないんですよ。寺地健志郎選手が164センチで身長が。リーチが162センチ。京口宏斗選手が162センチで、リーチが165センチ。まあ、ここはあんまり変わらないんですけど、これ何が明暗を分けたかというと、やっぱりジャブでしたね。寺地健志郎選手。やっぱり小さく、細かくジャブを出す。タイミングよくジャブを出す。やっぱり京口宏斗選手の方が、もうこれ本当に世界レベルなんですけど、京口選手の方が好きがあったっていうか、もうパンチの、ちょっとパンチが大きかった。まあそうですよね。まあそこでジャブで、寺地健志郎選手がもう動くんですよ、すごい。距離をしっかり取って、もう京口選手が届かない距離のとこか、踏み込んでジャブをタイミングよく出すんですよね。それで回る。京口選手は捉えきれなかったんですけど、もうこれレベルが高すぎました、この試合は。お互い、もうカウンターは狙うんですけど、なかなかカウンターがお互いに決まらない展開もあり。そして、5ラウンドで動いたんですよ。5ラウンドで、寺地健志郎選手がダウンを取ったんですよ。だがですよ、京口選手、後半盛り返します。逆に寺地健志郎選手が、もう結構嫌がります。だがですよ、6ラウンド、7ラウンドと、やはり寺地選手が力を抜いた時が一番強いんですよね。その7割、まあ、解説でも言ってたんですけど、寺地選手が7割ぐらいのパンチを打つ時が一番強いです。打ち合いになると、もうガチの打ち合いになると、京口選手の方が強いと思います。これ力を抜いた時の健志郎選手っていうのは、本当に強いです。もううまくタイミングでパン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 ずっと入れて。そして7ラウンド。もう痛めつけたところを右でパーンって。すごい吹っ飛びましたね。ロープにバーンって。あれ大丈夫ですかね。もう結構ジャブを受けてたんで、京口選手は。その8ラウンド、7ラウンドとかまでずっとジャブを結構もらってた。もう何発もらったかわかんないぐらい、ジャブ受けてましたね。これ事故っていうのは、なあ、こういう展開が一番怖いんですよね。小さいパンチを細かいのずーっと受けてるみたいな。一発の KO よりもそっちの方がちょっと実は危ないんですよ。京口選手、これ大丈夫ですかね。ちょっと心配です。ということで、京口宏斗選手と寺地健志郎選手の試合は、健志郎選手がまあでも、結果的には圧勝だったのかな。そういう感じですね。強すぎました。今日の寺地健志郎は。ケンシロウがこれ WBA と WBC を統一しました。そして、セミファイナルに行われてたジョナサン・ゴンサレスと岩田翔吉選手。ジョナサン・ゴンサレスが判定で勝ちましたね。だからこれ、ケンシロウ選手とジョナサン・ゴンサレス、3団体統一戦、やる方向でもいいんじゃないですかね。もうこれ、ただ、でも、ケンシロウ選手は圧勝しそうですけど。はい、ケンシロウ選手これ4団体統一狙えるんじゃないですかね。ライトフライで。いやー、今、軽量級が本当日本人、強い選手多いですね。京口宏斗選手もちょっと怪我の具合がわからないんですけど、これ何事もなければまだ全然復活できますよ、京口選手。ちょっとダメージの方が本当に心配ですよね。今日の試合は。いや、それぐらい、健志郎選手強かったです。はい、ってことで、速報でした。衝撃的な速報でした。これを聞いて、いいねと思ってくれた方は、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。なお、ツイッターの方も、フォロー、お願いします。以上です。
ありがとうございました。